Welcome to the Gundam Online. どうも、シルです。今回この4期、ですね。前回、ん前でしょ、いや、わかんないですけども。北極基地。ちょうどね、赤でもいいんですけど、今回は、2号機で。せっかくなら連打あげたいよねっていう、もう、運命の思うつぼでございます。まあ、ただ全部連動上がっちゃうとね、面白い通り。で、一つ変わっているのが、バルカンにしました。もう格闘を捨てました。コンカスですけど、この武装の場合は。格闘があるから格闘を振ろうと捨ててしまうので、もうないければ振らない。ね、最初から選択肢がなくすっていうのを、荒技ですけどもやりました。っていうのも、まあ、そうすることで盾が即発動するのと、利点がある。のと、距離をしっかりと意識して戦うようにすることができる。自分の中で。という点。拠点は占領しました。まっすぐ止まねえな、この武器。中距離を止め撃っているもの。おいおいおい。出撃する機体を一匹いるね。出撃する地点を選択して。割ろうとしている。何より回収優先だ。協力させていただきます。指揮官からの指示です。まあ仕方ない、もったいないという言い方はあれなのかもしれないけど、もったいないけども死んでしまいました、ね。いいんですんです。そして数重視だ。拠点のダッシュに成功。敗北したものは。まだまだ腕は衰えておらんな。出撃する機体を選択。出撃する。三は来ないから、三にこだわらずにぜひですね。お邪魔を。アシストル予算。いいですね。いって。引き続き殲滅します。ああ、ちょっと誰に取ってね、これ使おう。出撃する地点、自分選択して、ゲストの防衛をお願いします。拠点のダッシュに成功。滅びゆく者のために。回
教えてやる。オックス、私の力だ。ちょっと攻めあぐねてますね、私の中で、うん、非常に攻めあぐねですね。初動であんな死に方したのが手立ってない。出撃する地点を選択してください。行くぞ。敵のミノフスキー粒子散布の影響で一時的にレーダー機能が停止します。修理なら任せてください。さあどうしたもんですかね。ガン押しになりましたけれども、この図、その力私のために使ってもらうぞ。自分戦略兵器が設置されました。起動範囲まで運搬をお願いします。滅びゆく者のために、とっておくの兵器、運べ。回収を急ぎましょう。ミノフスキー粒子量減衰、レーダーが回復しました。助けてくれないかな。回収を優先させるぞ。 OK。クラッ！追い詰めるにはまだ早いぜ。出撃する地点を選択してください。出撃する地点を選択してください。行くぞ。回収を優先させましょう。はいでーすけー、ね、縦が出なかったですね。後ろ裏側だから。これ動いたら死ぬもん。下手に動いたら死ぬもん。オッケー。冗談じゃねえ。こんなところでやられるか。回収を優先させましょう。このバンダナをしてるときは不思議と負けねえんだよ。悪く思わないで。退避する。ちょっと助けてくれないかな。踏め。何やってんの、踏まないと意味ねえだろ。なんで踏まねえんだよ。おい、バーク、なんでそこ下がる。自分エース機が撃破されました。なんだそれ。うわ、びっくりしたわ。落ち込むな。これが実力の違いってやつさ。直撃扱い。残らず消えてもらう。敵エース機の撃破に成功しました。出撃する地点を選択して、出撃する地点を選択してください。
案外ね、この重心が前が出るかね。それでは敵とは呼べんだ。割とね、扱いが難しいね。いいぞ。一気に行け。背後にも気をつけろ。なんという積雪さ。こけたんだけど、こけないはずだけどね、この武器よろけないって話じゃ。私じゃねえんだ。これで、まあ、ほぼ勝ちか。いいかな。ですね。指揮官からの指示です。回収を優先させましょう。退避する。さあ、どうしましょうかね。また押し込んでしまう。ここまで押し込むと。逆に難しい。指揮官からの指示です。修理なら任せてください。まあだから格闘への対処は何度も言ってますけど、しっかりと銃撃を使うってことですね。いまいちスピードが乗らねえ。思います。それぐらい銃撃は大事です。ここにはこの方位を突破できんだ。君は実に賢い。我が敵に無視してないか。酔いつぶれるにはまだ早いぜ。いやあ、くそー、今一度のおとぎ話じゃねえ。カメラの先に追いつくんだ。これも経験の差ってやつでしたね。OK。当てた。ルガキエイスキの撃破に成功しました。なんでロックオンされた？おわあ！手が壊れてしまった。余計なところで。本当に良かった。まだまだ腕は衰えておらんな。普通に押し込むとき、まあ貫通するからね。一気まで。ああいうときは強いですな。出撃する地点を選択してください。出撃する地点を選択してください。行くぞ。ちょっと南か。これも任務なんでな。当たるんでござる。近づきすぎました。そんなことしなくても別にいいね。前のめりになっちゃったね。出撃する地点を選択してください。
まあ、7取りましたから、あとは。行くぞ。ザクツエフ型はね、ブースが短いのと、最高速度がね、コストそう。ミノフスキー粒子量減衰、レーダーが回復しました。それでは兵とは呼べんな。あー、武器械が間に合えばという感じです。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。行くぞ。さあ、黙ってしまって集中してた。もうあとは押し込み放題ですね。あと角だけ気をつけましょうね。作戦時間が残り3分です。拠点を占領しました。指揮官から指示です。やるな。一から出直せ。協力させていただきます。これ以上好きにさせない。拠点を脱出。退避する。はい、もう終わりましたね。まあ初動の2を取られちゃうと本当に逆転するパターンなので、何度言いますか、ここに最初ジオンは最初しのぐゲームですね。退避する。連邦は逆に最初に取るゲーム。そうすると立場が180度変わるとですね、まあ、本当に変わります。びっくりするような変わります。何度かそれをやってるんでね、やられてるんで。全軍撤退。行った方がいいんじゃないかな。ミノフスキー粒子量減衰、レーダーが回復しました。それでは兵とは呼べんな。出てこなければ倒さなくて済んだのに。まあ、終わりましたね。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。今のは行かなくても、無理して行かなくてもよかった。シールなら任せてください。という感じでしょうか。まあもう時間帯も時間帯で終わりですな。オフピーク隊はまあ、あとは単純に、やっぱり格闘機慣れをどの程度してるかどうかっていう感じで。
おおおおおおどう狙ったそれ。敵が大量にいる、はい、そんな感じでございました。お疲れ様でした。ちょっとね、オピク隊はまあただ本当にまあ瓦解したら瓦解するんで初動という感じですね。そんなにめちゃくちゃに差があるってわけじゃなかったので、やっぱり初動なんだと思います。ジョンは2をおろそかに、3に行きすぎて2をおろそかにして取られてると本当に逆のパターンなので。今回はそれをせずに2に、まあ私も2にガッツリいたってのなんですけど、2を維持したので、そっから、って感じですね。基本的に私は地下潜らないですから、ここは。よほどのことがない。いや、もう本当はね、格闘部分ですが面白いんですけど、今は相手が来ないし、行っても、あれなんで、2号機も格闘ではなく、今射撃戦にしてるのはそういう理由からです。そんな感じでございました。個人評価の報告です。対角戦場2と4がやっぱ大事だなというのが、改めてね、ここは思います。はい。そんな感じでございました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビーでした。